これが昨日も取り付けたキッチンたちですね、はい、でこのキッチンがあるってことはほら火の元もあるじゃないですか、火も、うん、だから上に換気扇ですね。で今回取り付けるレンジフードこちらですね、はい、ステンフード。こいつこういうのってあるのみたいなんですよ。飲食店に合わせて、うん、その場所によって本当に大きさが違うみたいなんで、うんうん、作らすみたいなんですよ。ああ、そうなんですか。で、たまたまそれがあったんで、よかったなっていう。確かに。そうそう、サイズもぴったり。このフードを吊り下げるんで、今から穴を開けようのコーナーですね。これメジャーと思うじゃないですか。これをパーッと行こう。もーっつって。光が見えるじゃないですか。これでこれレーザーって直線を切る。はい、うん、この全レジがついたやつを今からこう打ち込んでいくっていう感じですね。そうですね。何してたんすか今。何してたんすか。今ですね、先ほど取り付けた全レジに、はい、今キールマスキングやってるんです ね、 これね、レンジフードの高さを調整するために今印つけてるんですよ、はいはい、例えばですね、これレンジフードってほら普通に紐とかあって、こっちがレンジフードね。そう、レンジフードってあるじゃないですか。これがもしね、低すぎたらこうなるわけですよ、これ頭そうそう、頭すっぽりで見えなくなる可能性もあるんで、うん、それでちゃんと測ってるんですね、今、うん、高さを。入る？入るよ、OK。 みんなで持って、上げて取り付けしようかなしたんですけど、気づいちゃったんですよ見てください、これ。そうなんですよね、穴が後ろなんですよ。これ穴、これ何なのかっていうと、このファン、ファンがあるでしょ、うん、ファンがこうやって風を送るための穴なんですよ、うん、こうやって。そうだね、これ壁付けなんですね、うん、壁付け、ここが壁になるようにするっていうタイプなんですけど、うん、僕らの場合ってほらもう壁ないじゃないですか。壁が、もうこっちが前なんですよ。こっちが前なんですよ。ここに欲しいんですよ、ね、はい、ここら辺、ここ切りたいということですね。ファンが付けれるような形に切って、うん、ここを埋めます。なおかつここを埋める。はい、これ埋めるときどんなする。埋めるときね、多分重ね合わせがいいのかなっていう。あ、そのままこっちにベタってなんか このここに 穴を埋めるよう な重ね合わせでやるのかなっていう感じで、師匠はいい、うん、いいよって言ってますね、うん、一生雑一生雑雑無理やり追い上げ教師。今回はこれリベッターって言うんですかね。リベッターって言うんですか。リベッターっていうのかな。そうそう、こんな感じ、うん、にやっていくっていうね。うん、あっちかじゃなかったっけ、ここからだったっけ、こうか。いきますよ、じゃあせーの。硬いんだ。おっ、 OK。 おおおお、すごい。これでも完璧、くっついた。返しがついてるから抜けないと、さらに。うん、いいっしょ。うん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 、なるほど。おお、上手。しょうがいった。さあ、ボル、まひちゃんがナットをつけてますね、ナット。これにワッシャーとボルト、はい、ワッシャーとスプリングワッシャーとボルト入れてますね。できたー。
ッケー。あとは全部入った。うん、前から閉めるだけ。うん、あとは閉めるだけ。オッケー。ありがとう。ありがとう。助かった。めっちゃ暑い。ありがとう。ありがとうございます。サウナに入った気分超ラッキー。はい。受賞を終えた皆さん、こちら。何だこれ。いただきます。けっちゃんの妹が焼いてくれた。ありがとう。いただきまーす。あ、また一回来て洗った方が良さすぎないね。なんか。焼きたてでパンがめっちゃ柔らかい。美味しい。あったかい。いただきます。あったかい。熱々っすね。美味しい。設置は完了なんで、次はこちら。こちらの穴ですね。マスターはまだいいんだけど、横は、ね、結構きついと思うから。今日が大丈夫か、切るのかって、ちっちゃい穴開けた方がいいのかって、うんうん、あ、昨日大丈夫ですよ、僕、あの開けましたよ、私が。もう走ってんのか、お前すげえやつって、すげえまでの顔はしてなかったな、はい、違うよって言ってんの、これこう、切れやったんじゃないのかって言ってるな、今違うよってこれ大体線でいいのこれ。そしたらこの心に聞いてみて、お前の真ん中はどこだって。俺の心ブレブレっすよ、俺マジで自分の心に聞いて聞いていい。どうぞ。それが真ん中なんで。あー真ん中じゃない。全然真ん中じゃねえ。大丈夫大丈夫、行くよ。はい、はい、この辺だろ、この辺だね。なるほど、この辺なんだ。そもそもこの真ん中、この辺。さあどうぞ。ほーら、真ん中でしょ。ほーら気泡、幾度とやっても貫通しないんですよ。中見たら何あれ、鉄筋、なんか左になんか鉄筋らしきものが出てます。金属っぽい光してる。多分これは鉄筋かもしれないな。大変なことになりましたね。そしてね、我々結構掘ってたじゃないですか、溝の中の、溝の中の、汚れどうなってるのコーナーですね。これ、すごくない？これめっちゃ積もってるんだが掃除大変そうだな、これ。わお、救世主来ました。救世主、え、救世主、こんな時代に救世主、こんな時代ちょっと細くしましたあ、なるほど。さっき使ってたのがこれなんですよ、うん、ちょっと細くするしたら、もしかしたら避けて通れるのかなって。あ、なるほど。で、開けてしまえば、まあ、あとはこれではないんで、違うもので開けるんで問題ないんですよ。とりあえず貫通させたいから、この小さい穴でよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。いくぜー。はぁ、あ、はぁ、あ、出たぞ出たぞ、壁から出てるぞ。はぁはぁはぁ、どうしたんですか、ロッキー。なんか食べたんですか。あはは、ってたじゃないですか。はい、ふってなんかほこり溜まってから、ふってやつなんかボッてきてない。口がこの通りだから、ちょっと口ゆすぎましょうね。はいはい大変なことなってる。粉塵、粉塵やばい、粉塵爆弾やばいな。でそこで、はい、買ってきました。はい、特技の丸高紹介で、はい、いつも言ってる丸高紹介で買ってきました。料理の料理の、うん、囚人系ですね、うん、VC1100。 すごいね、見て。え、乾燥してるもの、液体のものも吸い取る。ってことなんですね。さすがに水は無理だけど、ある程度湿った砂的なやつだよね。うわ、そうそう、湿ってるのも大丈夫みたいですね。うんうん、ちょっと触っていいですか、どうなってるのかな。はい、あらですか。あらら、あららら、結構いいっすね。いいね、結構いいかも。いいよね。いいかも。俺を見てるね、主婦の皆さんもね、これ欲しくなかもしれない。いや、多分家庭用ダイソンで十分だと思う。家庭用はね。すごいここ溜まってたね。うわ、こんなに入ってたんだ。うわ、うわ、うわ。めっちゃ出る。誰か砂入れた？めっちゃすごい。佐々木くん。はい。ちょっと水気のあるもの吸ってみないかい。吸ってみましょうか。水フィルターをね。ああ、そうだ、フィルターを、はい、水系用に変えて。じゃちょっといきますよ。はい、大丈夫なのか。うわうわ、入ってる。
してるけど。あー、入ってる、すげー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 、水入ってる。すっげー、水すんだ。水、うおー、すげー、すごいな。こう、たぶんこうやってたぶん、あのね、お正月チャーハン作ると大体あのフライパンケチャン、フライパンケチャンしたらお正月こんなやったんですけど、たぶんこれここまでいってそれでもう、あのレンジフードにかからないっていうね。うん、そうだな。たぶん結構いいと思いますよ、うん、明日、はい、またこうやって作業ね、させていただきたいと思います。はい、明日お楽しみに。はい、おじゃ終わってるぞ。戦争終わってるんだ。終わっちゃいない。そして中にあの入ってきた感じですね。残念でお届けになります。誰だ、あなた、あなた、あわんの。写真に記録、本当の自分いつまで見送る。